どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はトラストでこのデスだけは避けたい、味方を不利にするデス4種類となります。トライストリンガーを使っているとデスを抑えるってめちゃくちゃしんどいんですよね。トライストリンガーを伝えたての時っていうのは相手を倒すことも大変でしたが、デスを抑えることもとても辛かった記憶があります。でもこのデスも回数を重ねると絶対にデスしたらダメだなっていうものがありますね。そこで今回は光栄として避けたいデスの種類を紹介したいと思います。高確率で味方負担になるなと思うデスかなと思います。仕方ないデスもあると思いますが、まずこのデスをしてないかという視点で見てもらえるといいかなと思います。今後も更新していきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。それでは早速解説をしていきたいと思います。本題に入っていく前に前提の話をしていきたいと思います。まずデスに関してですが、状況によってはゼロっていうのは難しいと思っています。まあルール関与してる時とかですね。ですが後衛という立場上、チーム全体の防衛的な役割となるため、デスをするだけで味方への負担というものが大きくなりがちです。ではどういった負担が増えるのでしょうか。今回はデスすることによって起きる問題を話していきたいと思います。まず1つ目、防衛ラインの圧迫となります。簡単に言うと後衛のポジションから自陣寄りに場所を取られる要因ということです。チョウザメとかイメージしやすいかなと思います。後衛がデスした後って何かと自陣が取られることがありますが、そもそも後衛の立ち位置的にデスをすると場所を取られるというような場所なんですよね。それによりチーム全体として負担が増えます。足場が命のゲームとしては致命的なんですよね。後衛の防衛が成功していない時っていうのは一方的になりやすいのはこのためです。打開も難しいのでかなり苦労しますよね。続いて2つ目は挟み撃ちの原因になるという点です。これは正直状況次第だなっていうところによりますが、後衛から崩れていった時のパターンです。状況としては前衛と後衛との間に距離が生じていたり、裏取り前衛がいる時に起きる原因となります。この場合後衛は孤立している状況なので、相手前衛からすると倒しやすい状況なんですよね。もちろん牽制がうまくいっていればいいですが、足場が悪かったり味方が近くにいないと一方的にやられる可能性というものが上がります。また後衛が潰された場合、相手の後衛を抑えれなくなるため味方前衛がとても辛くなります。その結果挟み撃ちとなるわけです。このように後衛がデスした時には状況にもよりますが、味方への負担っていうのが一時的に大きくなります。なのでイージーミスのデスはなるべく抑えた方が自然とリスク管理ができるというわけです。前置きも十分話せましたので本題に入っていきたいと思います。まず1つ目の後衛として避けたいデスはボムによるデスです。これは攻撃に集中しすぎていたり移動する際に起きますね。特に後衛武器は手前よりも遠くを見る時間が長くなりがちです。そのため足元に対しての処理が遅れがちというところが原因となります。さあ前に出るぞというタイミングでデスする場合はしっかりと足元を確認するように気をつけましょう。特にキルが成功した後にすぐ前に出る場合は起きやすい事故かなと思います。今はまだボムボイ環境ですからね。たくさんのボムが飛んでくる環境では何かと周りが見づらい環境ですので、しっかり敵の攻撃も見るようにしましょう。ボムによるデスを抑える方法ですが、同じ場所にいないことっていうのが大事になります。同じ場所にいるということは相手からすると距離の調整がしやすくなります。また足場も悪くなっていきます。スリップダメージが入った状態でボムを避けることになるので、爆風だけでデスしちゃうんですよね。ボムを投げる側としても同じ場所にいると攻撃がしやすくなりますので、しっかりと場所を変えながら避けていきましょう。2つ目の後衛として避けたいデスはスペシャル受けによるデスとなります。何かとやられがちなことですね。そもそも今作のスペシャルは全体的に射程はトラストよりも長く設定されています。試し撃ち上でこれを見てみると、まあ、ウルトラショットは6本、ジェットパックも6本、トリプルトルネードも約6本、ナイス玉に関しては7本目まで届きます。カニタンクが 5.7 本とちょっと短めです。
こをやってみていくと、まあいずれにしてもトライストリンガーの射程よりも長くなっています。最長射程で 5.34 ですからね。そのため後衛潰しとしてよく使われます。ということはここでスペシャルを受けてしまうと相手の打開のチャンスを簡単に与えるきっかけになってしまうんですよね。計画通りの動きをされたことになるためレスをきっかけに前線に一気に上げられてしまいます。ですがここでやられていない場合というのはスペシャルが終わった後だとしても前線に上がるきっかけを潰すことが可能となります。やられていないことこそが相手のスペシャルの無駄遣いにつながりますし打開チャンスを潰すきっかけにもなります。僕自身はウルトラショットだけなかなか対応ができてないという状況なんですが、デスするとそこから試合展開が大きく変わりますね。逆の立場で考えてもらうといいんですが、素手でキルが取れると前へ出ますよね。それだけスペシャルを避けるというのは大事なことになります。このデスを抑える方法についてですが、イカロールを使って逃げるようにしましょう。イカロールにはスペシャルや武器に関わらずダメージによって威力を下げたり防ぐ性能があります。意外とイカロールを挟むだけで一発は抑えれることがありますので、避ける練習はしておきましょう。そう考えると安全靴とかイカ足ってイカロールの成功率が上がるからあるといいなとよく思うんですよね。3つ目の後衛として避けたいですは爪によるデスです。相手の前衛によりますが裏取りマンがいるときに起きやすいですよね。まず爪によるデスについてはやられてしまうとそのまま自チームが後ろから崩されていく原因になるためです。そのため自分が死なずに侵入者を自由に動かせないことが大事になります。弓ってちょっと舐められがちですからね、詰められますよね。ここでやられると試合展開が大きく変わってしまう可能性がありますので生存をしっかりと意識しましょう。対策としてですが、まずはポイズンや爆発矢をしっかり使っていきましょう。弓ピチに耐えるのはとても危険です。詰められた時にデスする原因の多くは近づくまで削り切れてないことが要因です。攻撃を事前に少しでも当てているとイノシシタイプでないイカちゃんの場合は一旦引いてくれます。逆に削っても近づいてくれる相手ならそのまま倒せる可能性が上がります。もちろん処理能力も必要ですがね。ですがこの削るという行動は相手にとって一種の圧になりますので、しっかりと事前に攻撃を当てるようにしましょう。爆発矢をしっかり撒き散らすのがポイントです。ここに詰められた時のデス原因もまとめてるので、よかったらそちらも見てください。4つ目の後衛として避けたいデスは前線上げによるデスとなります。これは移動やクリアリングによるデスと考えています。相手にローラーやバケツ、マニューバーなどがいると高確率で起きることですね。人数有利になった時に起きやすいと思います。プラをしていると2枚以上のデスはチャンスに近いですからね。前線上げの意識が高い人ならば前に出ると思います。この前に出る行為自体は悪いことではないんですが、要はチャンスをデスによって潰すきっかけになっているということです。まず潜伏のセオリーですが、一番後ろから潰していくというのが大事になります。この一番後ろというのが大事です。そのため一番後ろになりやすい後衛が先に潰されてしまうため、味方がいつの間にかに挟み込まれるという状況が出来上がります。正直こういった時の潜伏ほど油断しますからね。たった1デスにより攻撃の機会を失うわけです。ではこういった時どう対処した方がいいのかというところですが、まずは足場を整えてスペシャルを貯めるということをしましょう。後衛としてはチームの最後部になりやすいため、スペシャルやメインでの援護が重要になります。また味方が塗らないようであればそれだけクリアリングはできていません。というか前に出づらいです。武器によってはこの辺りは変わってきますが、まずは武器を把握し、次に前に出るタイミングを塗り状況で見ておきましょう。ちなみにですが、前線に上がりきってからのデスであれば問題ないと思ってます。これは移動中の話ですからね。すでに到着していた場合は関係ないところとなります。ということで以上、気をつけたいデスになります。全部デスできないじゃんとなるかもですが、なるべく避けたいというところですね。でこれに関して言うと、上手い人ほどデス数がそもそも1から3とかなんですよね。そこはすごいところなんですけど、それだけしっかり攻撃を避けたりしてるのかなと思います。はい、ということで今回はここまでとなります。
トラストでこのデスだけは避けたい、味方を不利にするデス4種類はいかがでしたでしょうか。基本的にデスをいきなりしないっていうのはかなり難しいことかなと思います。ですが死に方も大事というわけです。オカハガビのようにルール関与したデスであればいいんですが、相手の攻撃の起点になるデスは危険ですからね。スペシャルで倒されるとかですね。まずは今回紹介した内容から確認をしてもらうといいのかなと思います。自分のデスの傾向を知るだけでも対策はできますからね。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。